今回はエラハリをなくす小顔マッサージをお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸整体のアンジです。今回も老化予防のアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日はですね、エラハリをなくす小顔マッサージということでお伝えしていきたいと思うんですが、以前ね、過去に、ね、何本かエラハリの、ね、なくすマッサージとかセルフケアをお伝えしてるんですけど、最近ちょっとやってなかったんで、おさらいも兼ねて、やっていきたいと思います。髪の毛跳ねてますねやっていきたいと思うんですけど、これね、抗菌っていう筋肉ね、何本か僕の動画見てくださってる方分かるかもしれないですけど、この噛み締める筋肉、ここのね、抗筋っていう筋肉が硬くなるんですよ。硬くなることによってエラが張りやすくなってくるんですね。でエラが張ることによって顔が大きく見えたりとか横幅が広がったり見えちゃうっていうことで、このエラ張りに悩んでる方って非常に多いんですね。これ年齢的にもですね、まあ20代からね、まあ、50代ぐらいのこの幅広い年齢層で悩んでいるのがエラ張りだと僕は思ってます。で今回もそのエラ張りをなくして小顔にするっていうことで、2つのポイントをお伝えしていきたいと思うんです。でこの2つのポイントを、ね、やっていくことによって、エラ張りをなくしていって小顔になるということなんですね。でこの今言ったこの抗菌という筋肉をしっかり、緩めていかないとですね、エラ張りがなくなってこないです。これ結構ねサボるとねすぐ硬くなる筋肉なんですよ。っていうのはね、これご飯食べたりとか喋る時に結構使う筋肉で、あと寝る時にね、ストレスとかでこう噛み締める方がいてるんですけど、そこでもこの抗菌という筋肉が発達しすぎてしまうんですよね。でこれを常に柔らかくしておかないといけないんで、これをですね今日はちょっと一緒にやっていきたいと思います。でいつも使っているですね、この整体アイルドの炭酸スプレーを使ってやっていきたいと思います。でこれはですね、顔に1周かけて2週かけちゃいました、はい、2週かけてですね、これかけていくとですね、炭酸がこう入っていくんですね。炭酸が入ることによって毛細血管が拡張して、この筋肉にね血液が流れやすくなって血行良くなるからですね。血行良くなるから筋肉が血液流れやすくなることによって筋肉柔らかくなりやすいんですよ。今まで硬いっていうところは血流が悪いとか滞りが悪いとかね、血液の循環の、それをですね毛細血管を拡張させて滞り良くするっていう仕組みで、僕はこの炭酸をかけてるんですけども、これでまあ馴染ませたりとかでね、このまま、ちょっとこうもうかけてすぐやってもらっても結構なんですけど、僕はちょっとこう軽く馴染ませるような感じでねやってます。で、今日はですね、この手のここを使ってやろうかなと思うんです。こういう感じで、こういう感じでね、抗菌をこうつまんだりとかもあるんですけど、今日はこっちのパターンでねやりたいと思うんですけど、これをね円を描くような感じで、はい、結構これ痛い方はね凝ってる証拠なんですよ。でこれね痛いけどね我慢できるレベルまで追い込んでもらっても全然大丈夫です。ここの筋肉硬いっていうか結構頑丈なんで、もう痛くて次の日腫れたりするレベルまでじゃなくて、ちょっと我慢できるぐらいであればちょっと追い込んでもいいかなと思います。でこういう感じでね、まあ、20秒やりましょうか。20秒こういう感じで、こう回してください。こういう感じね、はい、回してくださいね。はい、こう20秒やったら次こっち逆もやってください。で僕はですね、こっちとこっちどっちこっちやってからこっちとか別に特にこだわりはないんですけど、要はこの抗菌を緩めるっていうのがね最大のポイントなんでやってください。これ20秒はいやってください。で両方でねやってもらっても結構ですよ。こういう感じで僕はですね左右差みたいんで、片っぽずつやってるんですけども、こういう感じでやってください。お結構僕も痛いです、はい、結構痛いです、はい、回して20秒、ね、この20秒をまずやってください。でその次この頬のね、次ここの頬、次はこの頬の骨、ちょっとこのね眼輪で見えにくいんですけど、この頬の骨を上に上げるような感じ、こういう感じで回してほしいんですね、はい、上に上げるような感じ、上に上にって感じ、上に回し上げていくイメージは、ここに力をかけてこう上に上げるような感じで回してください、はい、こういう感じで、これも20秒、はい、やってください。で次反対も、ね、20秒やってください。でこれ何をするかというとですね頬のこの以前ね過去の動画にも言ってたんですけど、この頬の骨って胸骨っていうのがですね、こうむくんでくるとですね、このここに結構ボコボコしてる骨なんですよ。でそこに老廃物がたまりやすくなって、ここが広がるっていう、習性があるんですね。頬骨が広がるっていう習性があるんで、これをね上に上げてこう中に入れていくようなイメージでやってください。
だこうね、年齢とともにね、ここの頬漏れが出たりするのは完全にこの頬漏れ横にこっち側に出てきてしまってる証拠なんで、こういう感じで中に入れながら上、中に入れながら上ですね、上、中、上みたいな感じで押していってください。ぐーっと押していってください。はい、はい、これも20秒ねやってください。でこれをやったらですね、だいぶ頬の、ね、高さ変わりましたよね。だいぶこっちスッとシャープになっちゃったんですけども、でこっちもやります。はい、この20秒ねやってください。で結構ねやっぱり今あのコロナウイルスとかで学生さんが結構見てくださってるんですけど、ありがとうございます。こういうね今だからじっくりねやるセルフケアとかですね、自分のねその老化予防じゃないですけど、やっぱり美意識高い、10代の子も方もね、こういう動画を見て、せっかくお休みでね、テレビボーッと見てるんじゃなくて、こういうセルフケアで自分磨きっていうのもね、いいかもしれないんで、ぜひね、やってほしいと思います。はい。よいしょ、こういう感じね、反対回し。結構僕痛いですね。はい。でこれやっぱりね、寝てる時のね、噛み締めてる、この奥歯を噛み締めるっていう癖が、やっぱりエラを張らすっていう、エラを張ってしまうね、原因にも一つになってるんで、ここはしっかりね、毎日毎日緩めていってほしいと思います。特にエラ張っている、エラ張りで悩んでいる方はですね、これ毎日やってください。次、頬のね、はい、上に上げながら、中に入れる感じですね。こういう感じ。いいですね。はい、これかなり効いてますね。効いてる感じがもう否めないですね。僕もね、エラ張りでは気にしてないんですけど、結構このね、セルフケアもね、定期的にやってます。やはりこういう動画撮ってるんで、やっぱり自分のね、老化予防、老化してたらえらいことじゃないですか。だから僕もね、自分の、自分磨きっていうのをね、忘れずにやってるんですけども、はい、こういう形でやってください。で、ここ、だいぶ頬の方ね、上上がってきましたね。これで、エラが張ってきて、小顔になってくるということなんですね。で、最後は、いつものね、ここをまた使ってこういう感じで上に上げるのかですね、上に上げる。でこれで20秒キープ。じゃあ20秒いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20って感じですね。20秒をやってください。でこれが1連で3セットすることで20秒で100秒かけるやから5分ぐらいで全部一連のセルフケア終わると思うんで、それをちょっと毎朝とかねやってほしいと思います。まあ朝できなかったら晩でもいいと思うんですけども、どっちか朝晩でやってください。で最後こう顔をねぐわーっと結構触ったんで、あとはねリンパを流すって感じですね。4、5、6、7、8、9、10って感じで、ぐりぐりと鎖骨にリンパを流すっていうやつ、これ忘れずにやってくださいね。4、5、6、7、8、9、10、ぐりぐりぐりっていうのをやってください。これでね、エラの張りを、こうなくしていって小顔になるっていうことなんですけども、これやるだけで僕顔結構ね筋肉動かしたんで結構ポカ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 してくるんで、これも血行良くなってる証拠なんですよ。血行良くなってるっていうことは筋肉が動いてるっていうことなんで、血液がこう循環してるっていうことなんで、お肌の色とかツヤもね良くなってくるんで、ぜひですねこれを試してみてくださいって感じですね。今日はね動画終わっていきたいと思うんですけども、今日もねまたよかったら動画のねいいねのボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もこちらの貼っておきますんで、よかったらチャンネル登録もしてください。またこの炭酸性大スプレーのですね、購入詳細ページとかコメント欄とかリンク欄に貼っておきますし、またこちらのね終了画面にもね出しておきますんで、よかったらそちらの方も試して一回見てみてください。ではまたですね次回お会いしましょう。さよなら。